デジーナなでしこ大図鑑、もっと知ってほしいな。ありがとうございます。手洗い、あの水かけがありました。はい、まあ、新天地で、こうやってまた、サッカーができる喜びを感じてますし、本当にサッカー人生で一番、いい年になればいいなと思ってるんで、はい、それを目指してやっていきたいなと思います。お休みの日は、何してるかな。まあ、パンが好きなんでパン屋さん調べて行ったりとか、まあ、あとは家で結構ゆっくりしたりとか、そんな感じですね。贅沢？なんだろう、車買ったこと？こだわりあんまないですけど、まあ、最近ずっとここは買ってるんで、定期的に自分で買ってます。あの中だけなんで伸びてきてもう収まんなくなってきたらって思って買ってます。6かな。はい、それがなくて、あの本当結構サッカーしないとポンコツって言われるんで探します。はい、だいぶポンコツだと思います。はい、あでもピザ職人になりたか、なりたいんですよ今でも。あ、別に料理とか全然できないし、あのこの理由が全然わかんないんですけど、とにかくなんだかピザ職人になりたい気持ちはずっとあって、なんでピザ職人になってたと思います。いや全然ね、もうさあわかんないです。そんなありがとうございます言ってもらって。サンフレッチェ広島レジーナというあの女子のサッカーチームが、広島にできました。皆さんに応援してもらえるように、頑張りますので、これから応援よろしくお願いします。